こんにちは。私の名前はバーチャルイーゲーマー。バーチャル大霊界からやってきた電子霊体。本日はですね、最近買った機材の話をします。いやあ、買ったんですよ。キャプ棒。これがですね、良いのか悪いのかが、使っていて全くわかりません。バーチャルイーゲーマーね、もともとマイコンソフトの、いい感じのキャプ棒を使っていたんですが、これが原因なのかわかんないんですけど、なんか最近、キャプチャの乱れが増えてきて、あと、HDMI は変換器をかまして DVI の穴に突っ込むという、もはやレトロな構造で、どちらにしろ買い替え時かな。ということで、新調しました。マザボに直接刺すやつ、3万円。これがですね、わかりません。まあ、使えてはいるんですけど、なんかこう、手応えが、良いのか悪いのか、いまいちわからん。ん?とりあえず、フレームマイスターとの組み合わせは、あんまり良くないようだったので、これも購入しました。HDMI スイッチャー、5000円。4入力1出力、HDCP 解除機能付き。あと、信号入力を感知して、自動でスイッチングをしてくれるという、便利なのかおせっかいなのか、よくわからない機能がついています。しかしこれも、買ったはいいけど、ケーブルを差し直さないと、認識されない時があったり、あと、プレステ3の信号を読み取ってくれなかったり、やっぱりよくわかりません。ということなので、これらを便利に使う方法を募集しています。おすすめのガジェット、設定など、お知らせください。よろしくねー。